さあ始まりました、頑張れ南葛絵師、井上麻でございます。そして南葛絵師、浅田です。よろしくお願いします。いや涼しくなってきました、ね、よろしくお願いします。お元気？お元気です。お元気ですか？ちょっと夜、はい、寒くて風邪ひきそうです。そうですね、こんな時一番風邪ひきますんでね、はい、お気をつけいただきたいなと思っております。本当ですね、今日も皆さん気をつけます。素敵なゲストをお呼びしてますよ、ということでお楽しみにしてください。この番組は東京都社会人リーグ1部から J リーグ3人を目指しております、我らがサッカーチーム葛飾区の南葛 SC を熱く応援する番組でございます。この番組は私たちは皆様のブレーンでありたい、店舗の企画設計施工の専門家、株式会社トーノブレーンズ、そしてポスター印刷のぼり垂れ幕大判プリントのことなら何でも任せ合同会社インクマニア、北海道と南葛をつなぐ架け橋に、リフォームグッズ販売のことなら合同会社リンクの提供でお送りいたします。それでは瀬田さん、今日も一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今週も頑張れ南葛 SC、 せーの、ケーク、ケーク、さあというわけで改めまして井上麻でございます。南葛 SC 浅田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日はこの方をお呼びしております。一声ください。この方です、どうぞ。南葛 SC 広報を担当しております伊藤聡と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。伊藤さん、ちょっとお忙しい中すいません、無理って。とんでもないです。毎週聞いてるんで。ありがとうございます、はい、嬉しいです。伊藤さんといえばですね、もともとはサッカーメディアでバリバリやられてた伊藤さんじゃないですか。はい、南葛 SC に入ってからいろんな体制が変わって、すごく、はい、いろんな SNS とか分かりやすくなったと評判なんですが、その辺はいかがでしょうか。ありがとうございます。私の方がもともとサッカーキングっていうサッカーのウェブメディアの方でいろいろやらせていただいておりまして、はい、まあ、退職をしまして、まあ、しばらくしてから2019年の12月ぐらいからですかね、はい、南葛 SC の方にいろいろ携わらせてもらいまして、はい、まあ、手探りでいろいろやらせてもらっております。でこれまではメディアという立場からいろいろ情報を発信してきたんですけども、はい、やはりクラブということで、まあ、一時情報を発信するということで、はい、ちょっと今までやったことない分野だったりとか、あとはファンの方からの反応も違うので、うん、はいはいはい、とてもやりがいを感じながらやらせていただいてます。なるほど。伊藤さん、完全にも南葛 SC 専業ってことなんですか今。専業というわけではなくてですね、南葛 SC の今のところ、まあ、広報という形なんですけども、はい、まあ、基本的には今このいったご時世でもありますので、はいはい、まあ、ウェブのホームページでありますとか、うん、ウェブの SNS でありますとか、あとは今皆さんご覧いただいているライブの中継のですね、はい、いろいろ手配とかっていうのをやらせていただいてます。もうじゃあチームのね、浅田さん、伊藤さん、メディア班みたいなね、はい、リーダーでございますね。いやもうですね、本当に、アシュラのように僕手がいっぱいついてたんですけども、公式戦の時にははい、はい、その手がだいぶ軽くなってきましてですね、伊藤さん、もう伊藤さんに本当にもう全てやってもらってるような状況です。そっか、すごく浅田さんがやってたようなことをもっと、なんですか、上手にって言ったらあれですけども、いやいやいや、もう クオリティが全然違いますんで。なるほど。皆様サポーターの方のね、照れ笑いしてますけど、ツイッターの評価もすごい高いんですね、うん、そうなんですよ。そんなサポーターの方から今日は伊藤さんにお手紙が来ております。本当ですか。させてください。まさん、浅田さん、そしてゲストの伊藤さん、こんばんは。サポーターのアレ KK と申します。今シーズンは試合観戦や練習見学もできないので、チームや選手の情報も SNS が頼りです。そんな中、伊藤さんが広報に加わって幅広くチームの情報を発信してくれていて本当に助かっております。 J リーグのトップチームとも変わらない情報量、そして様々な SNS を使った企画など、これからもどうぞよろしくお願いいたします。YouTube などを使った動画版、頑張れ南葛 SC なども期待しております。アレン KK ということでいただいております。ありがとうございます。嬉しいですね。練習の動画などはですね、はい、私も可能な限り全部行きたいって気持ちあるんですけども、はい、なかなか他の仕事とかですね、まあ、コロナの影響とかですね、うん、距離的な問題もありましてなかなか行けなくて、はい、実際は浅田さんとかがですね、練習の映像をですね、私にお送りいただいてまして、はいはいはい、それをですね、いろんな Twitter でありますとか Instagram、TikTok とかにですね、はい、いろいろ出し分けながらですね、投稿させてもらってるっていうのが今のステータスですね。で試合当日に関しましては比較的、はい、まあ、自分で多くの情報を発信できればなと思って頑張ってはおります、はい、試合の当日の今ね、コロナ禍で練習とか試合も見に行けないからライブ中継やってるじゃないですか、はい、あれもやっぱり伊藤さん発案で当日も動いて
ただいてるんですか。そうですね、まあどこから発案があったかっていうのはちょっと覚えてないんですけども、まあ、もう発案でいいんじゃないですかこの流れで。そうしましょうか。ライブ中継した方がやっぱり見に来れない方にも満足いただける、またはこれまでそのなかなか東京都1部リーグを見る機会がなかった人たちにも、まあ、インターネットなんで世界中どこからでも見れるということでやってみようと、まあ、違った反応があって実際面白いっていう意見もいただいてますので、ね、可能だったら今後も続けられればなというふうには思ってますけども、あ、そのコロナ禍が終わってお客さん入り始めちゃうとひょっとしたらなかなか続けるの難しくなっちゃうかもってことなんですね。そうですね、レギュレーションとかもあるみたいなんですけども、あー、まあ、リーグのね決まりが、はい、ただやっぱりその、これだけ見ていただいてるとかこれだけ需要があるっていうのを証明できればそのルールっていうのは変わっていくものかなと思ってますんで、うん、なるほど、変えるためにもいい結果が出せればなというふうに思っております。あの苦し紛れでね、もうどうせ見れないぐらいだったらインターネットで流させてくれっていうところから始めたんですけど、逆に日本中から見れるようになっちゃってね今ね。そうですね、あの実際あの海外の方からもコメントが入ったりとか、あのデビの友達なのかな、ポルトガル語でコメントがついたりとかもしてたりするんで、地球の裏側ブラジルからはい、非常にあのやっぱ南葛 SC っていうのは実際のクラブのことは知らないかもしれないですけど、南葛 SC っていうやっぱグローバルの名前ではあるじゃないですか、はい、そうなんですよ。そこでやっぱ注目を浴びてるのかなっていうのはひしひしと感じてます。なるほどなるほど、はい、ということで浅田さんもしっかりね現地の映像を提供してるということで、浅田さんお疲れ様です。いやそんな大したことはしてないです。携帯でただ撮って送ってるだけなんで、はい、いやいやいや浅田さんにしか撮れない絵とかありますもんね伊藤さんね。あります、やっぱね選手との距離感が近いので。なるほど、表情とかですね、ですよ、あの僕じゃなかなか見せてくれない表情とかのプレーとか見せてくれるっていうのはやっぱり近い人ならではだなっていうふうに思ってますね。さすがですね浅田さん、元サッカーキング編集長の目からこの評価ですよ。あの有名サッカーメディア編集長、もう、はい、また明日からやる気がみなぎってまいりました。、はい、いや本当に感謝しっぱなしです。そんなねすごい伊藤さんという方がね、なんかぜひ、いやいやそんなことないです、関わっていただいたということですが、タパさんからもメッセージいただいてます。あ、いつもありがとうございます。はい、今日は伊藤さんがゲストと聞きました。質問です。インスタ、TikTok、LINE などを新たに始められましたが、解説して何か感じたことはありますか。今後 SNS はどのように展開されていかれますかというね、はい、放送楽しみにしております。皆さんすごくいい質問を送ってくださいますね、本当に。そうなんですよ、半分ねこのいつも送ってくれる皆さん構成作家みたいな、はい、本当ですよ ね番組話したいことを送ってくださる感じですよね。そうですね、あとはワンタッチゴール決めればいいみたいな、ゴールくれますからね、そう本当にいいパス出してくれますよ、ね、そうなんですよ、はい、今まではやっぱりメインがツイッターとフェイスブックだったかなと思うんですけども、はいはい、まあ、ツイッターに関しては、まあ、僕も好きなツールではありますので、いろいろ力を入れてやっていきたいっていうのもありますし、はい、まあ、動画だったりとか、まあ、速報性のあるものをどんどん出していきたいなというふうに思っております、はいはい、インスタグラムも新たにこのコロナで中断している間に開設しまして、はい、今徐々にちょっと、まあ、500人以上のフォロワーの方が増えてきたんですけども、そうですね、はい、まあ、あっちに関してはそのツイッターと同じものを出し続けるんではなくて、まあ、ちょっとそのブランディングも考えながらやっていきたいなというふうには思っています。今現状インスタの方に出しているのは中瀬氏 の、 あのかっこいいねユニフォームチームカラーのこう枠をつけたあの試合映像だったり、本当にプロカメラマンの方が撮られたあの試合中のかっこいい映像が多いですかね今ね。そうですね、あの保存性があるとか、はい、アーカイブで見ても、あ、この写真いいなとか、はい、こんな試合あったねって振り返れるようなものを、ちょっ と、うんうんうん、とやっていきたいなと。で、はい、TikTok に関しては、はい、もうあんまりやってきたメディアではないんですけども、手探りでやってるっていうのは正直なところです、うん、ただですね TikTok そのまあアメリカだとかでなんか禁止になったりとかっていうような話出てますけども、はい、あ、そうですね、なかなか面白いツールだなってやっぱ思っていて、うん、非常にあの素顔がね出ると言いますか、ちょっと見ましたけども、はい、練習中の選手のねなんかちょっとおふざけ動画みたいなのもねチラッと出ますしね、いいですよね。そうですね、であとはもう本当に世界中への広がり方がすごいんですよね。あ、そうなんですね、日本の国内の方にもたくさんフォローしていただいていてまして、はい、おそらく年齢とか見てないんでわからないんですけども、はい、コメントをつけていただく感じ若い世代の方が非常に多いっていう印象なんですね。なるほど、あ、このグラウンド水元でしょとかコメントがついたりとかして、はあはあ、地元のが、まあ、割と東京圏内とか地元の学生とかが
つけてる感じで、もう若い、より若い人たちにリーチできてるなっていうのを実感しております。なるほど、浅田さん、いいですね。やっぱこうプロの軍隊が入ってきますとリーチ数とかね、世界分布とかターゲッティングみたいな話になってきますから、はい、浅田さんね、間違いないですね、馬車馬の浅田さんにちゃんとテクノロジーが今加わったってことですもんね、分析と、はい、そう、南下選手、ね、結構あのプレイヤーとしてのすごい質も高いんですけど、はいはい、うん、あの顔面偏差値、なんかツイッターで書いてありました、顔面偏差値が高いと、あの選手がね、イケメンとか多いですよね、可愛らしい、イケメンが多いんですけど、その中でも僕何人かやっぱ狙ってる選手がいて、その選手なんかは比較的映像を多めにしようかなというふうなことも一応考えてるんです。僕なりに、浅田さんもそういう目線でやっぱり、はい、ただね、そこに大体乱入してくるのがデビなんですよね、はいはい、カメラを向けると大体デビが入ってくるんですよデビはイケメンですよね、伊藤さんね、いやいや、もうやっぱあのカメラの前でお茶目にしてくれるっていうのは大事ですよね、はいはい、ですね。で、LINE もあったと思うんですけど、はいはいはい、はい、LINE に関してはちょっと今のところ、はい、ちょっと半分放置してますっていうのが、そういうことなんですね、はいはいはい、僕も JFL とか J リーグチームの LINE とか見てるんですけど、はい、うんうん、やっぱりチケッティングの方で活用されてるんですね、他のクラブさんは。なるほど、告知中心が多いですよね。なんでまだちょっとそのチケットとかを販売するステータスではないので、はい、作ってみたものの、まだちょっと様子を見てるという感じですね。もうすごいでしょ、葛飾の皆さん、この伊藤さん、プロ中のプロのね、メディアマンなので、やっぱりどの海でどのぐらい網を投げたらどのぐらいカニが引っかかるかをね買ってらっしゃるというかね、そういう時代ですよね。はい、あとはやっぱりその、はい、今年の2月に南下FC、はい、もうこの番組にもたくさんお届けいただいているように、はい、J リーグを目指す100年クラブ構想宣言をしたということで、はい、あ、そうなんですよね。フォロワーの方だったりとか、それこそ葛飾の方たちに、はい、本当に J リーグを目指してるんだっていう本気度を見せなきゃいけないかなというふうに自分としては感じてるんですね。当然チームが強くなって勝っていくっていうのは大事だと思うんですけども、はい、まあ、それに追いつくようにちゃんと告知して、はい、いざ JFL、J リーグになった時に、はい、いざ SNS 始めましょうじゃ遅いと思うんですね。で、まあ、ちゃんとそういった舞台に立った時にちゃんと告知力もあって、ちゃんと、まあ、本当は実際に来てもらえるようなファンの方がたくさん増えるんですけども、はいはいはい、ファンの方を増やして、それによってやっぱりその協賛してくださる企業さんでありますとか、応援してくださるファンの方がついてくると思いますので、はい、本当にその100年構想のクラブとして、はい、本当に J1 レベルの SNS 運用をしていきたいという気持ちではあります。先回りしてと言いますか、こんだけ人もう集まってますから、どうですか、お仲間になっていただけませんかって言えますもんね。そうですね、はい、それをもう、まあ、もちろんね、浅田さん、チームのこの昇格上がっていくサッカーの方の戦いもさることながら、こちらの戦いといいますか、あれも始まってるってことですもんね。いや、すごいですね。そうですね、伊藤さんがねいらしていろいろ工夫していただいて、僕わーこれいいなっていうのは、あのツイッターに試合の日に上がるスタメンといいますか、はい、顔写真と名前が全部出て、はい、背番号と、はい、あとそれがチカチカひらがなに変わるっていうのあるじゃないですか。なるほど、あれやっぱ分かりやすくていいなーなんて、あれだって J リーグで見たことないなと思って、嬉しいですね。僕もツイッター歴が10年になるんですけども、10年間欠かさず多分ツイッター見てると思うんですけども、当然 J リーグのクラブさんであったりとか、海外のクラブもたくさん見てまして、スタメン発表って、まあ、僕もサッカーたくさん見てる中で一番なんていうの、盛り上がるところじゃないですか、はい、うわこのメンバーどういう布陣なんだろうとか、あいつ復帰してきたとかってなるじゃないですか、はいはい、一番の、ピークだと思うんですけども、ツイッターってやっぱ本当に一瞬の情報のメディアだと思うので、うんうんうん、一瞬一目でどれだけ情報が伝えられるできるかなっていうことを考えた時に、なるほど、ああいった形に行き着いたんですね、プロだな。でもやっぱりその下の名前がいまいち難しかったりね、はい、あの名字があれ どっちに読むんだっけなみたいな選手も多いじゃないですか、はい、全体的にそれがパッと飛び込んでくるんで嬉しいですね。そうですね、一番最初にやった時はただの JPEG で1枚だけで出しててですけども、実際その私のもとにその読み方がわからない、はいはい、実際東だったりとか東だっていう分ですかとか、はいはい、来たりとかしたので、はいはい、結構ローマ字で表記されてるクラブさんもあると思うんですけども、あ、そうですね、誤解のないようにローマ字ただ飛び込んでこないですよね、まあ、そう、そうなんですよ、ね、こっちとらこっちとらお箸の国の人ですからね、パッと飛び込んでこないね、そうですね、そこでね、皆さんこの伊藤さん開発した手法っていうのが顔写真とね全のメンバーと背番号が出ますよね、漢字と
ひらがながチカチカ消えたりついたりするやり方なんですよ。見たことないんですよ僕らね、浅田さん。あれすごいですよね。あれすごいなと思って、うん、あれは簡単なんですか、技術的には。技術的にはそんなに難しいことではないですね。でもアイディアはね、自負っていう形式を使ってるだけなんで、はいはい、全然難しくはないんですけども、まあ、やっぱり僕も何でしょう、メディアにいた人間として、はい、あんまり言い方良くないかもしれないですけども、多くの人に見てもらいたい、はいはいはい、で言い方的に言うと、まあ、バズらせたいって気持ちはやっぱあるわけですね、はい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 、もうサッカー選手で言ったらゴールを決めたい気持ちと一緒だと思うんですけど、そ う, す、ね、そういった意味でなんか南葛 SC 面白いことやってるねとか、うん、うちも真似したいねって言ってもらえるような投稿を常に目指したいなとは思っております、はい、うんうん、いや素晴らしい。なんかお客様のことを考えてるなっていうのが、意外と専門家になれば忘れちゃうようなことじゃないですか、かっこいい方に行こうとかってなって、はい、これが非常に素晴らしい、さすがだなって勝手に思わせていただいたんですけどもね。ありがとうございます。チームの僕何年も前からね一応関わらせてもらってるんですけど、はい、そのなんていうんですかね、見せようとする意識みたいのがやっぱこう伊藤さんの指導なのかなと思うんですけど、全員が主役で演者としてこう広報していこうっていう気持ちが出てきたんじゃないかなみたいな、選手もねスタッフも。あ、そうですか、感じます。そう感じられますか。あと浅田さんのほうれん草が早くなりました、前より。どういうことですか。例えばこの番組撮る時も、来週はこうやってやりましょうっていうのがもう、あれですか、月曜日に撮ってるのに水曜日ぐらいには来たりとか、あ、その辺も意識が上がってんのかなっていう感じがしますけどね。そう、グランドレベルで、はい、あの撮影したりしてますと、伊藤効果なんじゃないのこれ。みんな見てるんですよ、はい、インスタとか、はい、やっぱ自分たちが見てらっしゃいますよね、本当に。だから逆に自分、まあ、みんなもツイッターとかで投稿したりしますけど、はい、自分たちも映ってるシーンがあるので、はいはいはい、要はちょっと身だしなみ綺麗にしてみたりとか、なるほど、ね、あとやっぱカメラ向けるとちょっとこうカッコつけたりとか、いい意味でですよ。なるほど、だからそういうのは結構出てきてますよね。逆にこれちょっとやめてくださいよっていう選手もいるんですよ。まあまあそれはそうですよね、いつでも回してほしいわけじゃない。俺はちょっとね、あの人気ないでいいですとかいう選手も中にいるんで。いや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 、まあそういう時はこそっと隠れて隠し撮りしてますけど、僕も。そうか、はい、あとあれですよね、チーム内でもこうイズムが共有できるというか、今チームはこういうことをやってますと、こういう選手も一生懸命これやってるんで、先輩がこれやってるんで、みんなでこういうのやってこうよっていう、なんか前よりそのなんていうんですかね、 SNS が強化されたことでこうつながってる感ありますけどね、裏方も含め。伊藤さんいかがですか、うん、その辺は。本当おっしゃる通りですね、自分たち、まあ、浅田さんもそうかもしれないですけども、中で運用してるといまいち手応えとか変化とかって分かりづらいんですけども、うん、まあ、マーさんのように外で見られていてそう感じているとかって言ってもらえると非常に嬉しいですし、おそらく選手たちも喜んでると思います、うん、で実際にそのツイッターで見たツイートで僕本当に嬉しかったのが、南葛 SC のその選手たちの SNS のやり取りってすごくいいよねみたいな、はい、その仲間を助け合ってる感じとかっていうのがすごく伝わってきていいよねっていうコメントを見てですね、すごい嬉しいなと思ったし、なんて言うんでしょう、強いだけじゃやっぱ僕は良くないと思ってるんですね、うんうんうん、やっぱ勝てなくても愛されるチームに僕はなってほしいなと思ってるんで、それがなんて言うんでしょう、一歩でも進めてるんであれば非常に嬉しいなっていうふうに思ってます、うん、やっぱりサッカーマンのね情熱がひしひしと伝わってくる。ありがとうございます伊藤さん。そんな伊藤さんにもう一通ねお便りが来てるんですが、はい、後ほど紹介させていただくんですけど、ここで伊藤さん、はい、曲をね、はい、かけさせていただいてるんですよ、はいはい、一曲、はいはい、ちょっといや憧れでしたラジオでね、はい、伊藤さんの選曲といいますか、なんか声かけていただいたりしました、はい、しましたしました。本当ですか。どんな思いでかけてくれるとかありますか。そうですね、僕はその漠然とですね、はい、子供の頃、まあ、実際高校生の頃なんですけども、はい、将来何になりたいかなとか、どんな仕事に就こうかなって思った時に、はい、当時全然分かんなかったんですけど、何でもいいからサッカーの仕事に就きたいって思ったんですね、はい、でサッカーの仕事に就きたいって思って、当時よく見ていたのがフジテレビのセリアダイジェストっていう番組だったんですよ、はいはいはい、それこそ録画してビデオテープが擦り切れるぐらい何回も見ていた番組で、自分の人生に影響を及ぼした番組で、まあ、それのオープニング曲として使われていた、はいはい、まあ、ダルファーって人のミッキーマウスっていう曲が、わー懐かしいですね、はい、かりました。じゃあ当時のねから見てるサッカーファンもいろいろ共感すること多いと思います、はい、それではご紹介いただきましょう。もう一度お願いします。はい、ダルファーでミッキーマウス。はい、じゃあ流れて降りてくる感じでね、はい、はい、わー懐かしいですね。もうあの頃
ジョン・カビラさんの声ですよね。そう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 思い出すな、夢中で見てましたよね。見てましたよね、浅田さん。僕ら世代はね、もうこの番組本当最高でしたね。この曲がまたいいんですよね。もうね、本当しびれますね。久しぶりに聞きました。なんか中田ペルーチャとかもその辺もね、あ、そうこの番組公開見てましたもんね。そうそう、そうだ、本当ジョン・カビラ声がいいんですよね。いやいや、また途中で入るね。あれ青島さんとかもこの番組ですよね。そうです、そうですよね、はい、ビエリとトッティのね撮ってたりとかそうです、ああいうのも好きだったな。やっぱりその辺の本当のサッカー好きですもんね、伊藤さんはね。一応あのサッカーキングとかいう大きなね組織で偉いポジションにいたとかもありますけども、はい、ね、ここは本当のサッカーバカですもんね、いい意味でね。そうです、僕は本当にあの、はい、フィオレンティーナってイタリアのチームのファンなんですけども、やっぱりその実際今の仕事にそのフィオレンティーナっていうか、まあ、サッカークラブのファンということでファンが喜ぶ投稿っていうのが分かると思ってるんですよ、自分で。なるほどね、はい、ファンなんですもんね、ご自分がね、はいはい、なんで、はいはい、ファンはどういう投稿したら喜ぶっていうか嬉しいっていうか共感できるっていうのが、はいはい、まあ、分かってるつもりではいるので、そこを意識したいなとはいうふうに思ってますね。いや、これは浅田さん素晴らしいことですよね。素晴らしいですね、もう本当ファン目線だから出てくるっていうのありますもんね。でファンの横のつながりもいっぱいあるからね、どういう誰属性の人がどういう顔でこれを見るだろうっていうのが全部わかるわけですもんねほぼほぼ。なるほどですね。さあ、伊藤さん、早いものでですね、あともう5分もないんですけれども、はいはい、最後のこの土井さんからもお便りいただいてますので、ね、いつもありがとうございます、ご紹介しましょう。お酒大好き、サッカー大好き、土井さんでございますしっかり秋めいてきましたね。今日のゲストは伊藤さんと聞きました。こんばんは。こんばんは。広報としていつも活躍され大変お疲れ様です。これまで伊藤さんがサッカーに取り組まれてきた熱さを軟活にもっともっと取り入れて楽しませていただきたく期待してます。それでは放送頑張ってください。特に質問ではなくエールですね。質問じゃないですね。エールをいただいてありがたいです。なんですね、やっぱこれから伊藤さんこう中津市でやっていきたいことといいますか、もっともっとこんなの考えてるみたいな、そしてこんなチームこんな風景が見たいんだみたいな、さらにお話しいただけたらと思うんですけど、はい、まあ僕がやってる SNS だったりウェブ周りっていうのは本当に今、はい、脇役ではあると思うんですけども、まあ、多くのサポーターに届けられるツールだとは思ってますので、はい、今はもしかしたら、はい、ファンサポーターの方にしか届いてないかもしれないんですけども、うん、これをですね、まあ、もっと広く多くの人たちに伝えられるように、はい、サポーターの枠を超えられるような情報を伝えていければなというふうに思ってますし、はい、やっぱりあの僕が南葛 SC に携わるようになって非常にいいなと思っているところがやっぱり、はい、葛飾を中心にやってますけども、うん、本当にその地元から愛されたら本当に素敵なクラブになるだろうなっていうのを非常に感じてるんですね、はい、地元愛が非常にある地域じゃないですか、うん、そうですね、なんで、まあ、商店街で昇格パレードとかできたら、うん、はいはい、どんだけ素敵だろうなっていうのふうに毎日夢見てるので、はい、その日が来たらですね、うん、まあ、僕は広報としていろんな角度から情報を伝えられればなというふうに思っております、はい、いや、いいですね。このフランチャイズ、どフランチャイズ、ど下町館からどグローバルまでね、どっちも広げていくのが南葛の強みですもんね、うん、そうですよね、はい、楽しみでございます。いや、浅田さん、いい話聞けましたね。いや、本当もう今日いい話でした。もう、ね、ありがとうございます。伊藤さん、これ月1で来ていただいていい気がしますけどね。ああ、全然全然呼ばれたら行きますよ、ね、先週は大園さんも毎週でっていう話にはなりましたけどね聞いてました聞いてました。南葛 SC が大変なことになってましたけど、ね、もうね、あのいっぱいこの番組せっかくねお話ししていただけるとこなんでいっぱい来ていただいて、うん、お知らせとかあったらいつも来ていただきたいななんて思ってますけども、ありがとうございます、ね、お忙しい中ありがとうございました。とんでもないです。ということで、伊藤さんのお人柄にはですねこの後ポッドキャストのコーナー裏の方で迫っていきたいと思いますので、あ、そちらも聞いてほしいですね。南葛市のウェブサイトの方から飛んでいただけますとざっくばらんな人柄に迫っていきたいと思います。ということでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に、まあ、もうちょっといろいろ聞いて言うこともないかと思うんですけど、最後に一言いただいていいですか。葛飾 FM お聞きの皆さんに一言お願いします。はい、南葛市選手スタッフ一同ですね昇格に向けて頑張っておりますので、ぜひですね温かい応援よろしくお願いします。はい、広報の伊藤さんに来ていただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということでこの番組は私たちは皆様のブレーンでありたい、店舗の企画設計施工の専門家株式会社東野ブレーンズ、
ポスター印刷のぼり垂れ幕大判プリントのことなら何でもお任せ合同会社インクマニア。北海道と南葛をつなぐ架け橋に、リフォームグッズ販売のことなら合同会社リンクの提供でお送りいたしました。お便りお待ちしています。宛先は 789@kfm789.co.jp までどしどしお寄せください。さあ浅田さん伊藤さん、それではリモートなんで声会いにくいんですがね、頑張れ南葛 SC でお別れしたいと思います。それではまた来週聞いてください。来週も頑張れ、せーの、南葛 SC。 今までで一番会いましたよありがとうございました。